皆さん、どうも、こんにちは。トリです。本日は、就職活動の極意として、正しい自己分析のやり方を紹介していきたいと思います。皆さん、就職活動は順調ですか入りたい業界はもう決まりましたか業種、職種も決まりましたかどうですかおそらく、まだ全然決まってない。そもそも、就職活動、 何から手をつければいいのかからない。のかかかわららな何始めればいいのと頭を抱えていらっしゃる方も多いはずですそんなあなたに今日は就職活動の基本中の基本である自己分析のやり方をレクチャーしていきたいと思います自己分析とは読んで字のごとく自己を分析することです就職活動の 第一歩はこの自己分析をすることから始まります。就職活動のスタートは自己分析からなんです。ここからいきなり自己分析のやり方を紹介していくのではなくて、まずその前になぜ自己分析をするのか、その理由を紹介していきたいと思います。なぜ自己分析をしなければならないのか、それは 自分という神の作品をよく知るためです。実は私たち人間は神様によって作られた神様による作品です。神様はただなんとなく私たちを作られたのではなくしっかりとした目的を持って私たち一人一人をお作りになられました。私たちが生まれてから死ぬまでの 一生はすべて神様の見ての中にあります。じゃあ神様は私たちをどんな目的を持ってお作りになられたのか、私の目的は何だろうかと思いますよね。その神様の目的を知ることができるのが自己分析です。多くの学生は神様が自分をお作りになられた。 その目的を全く考えずに自分のやりたいこと、叶えたい夢を最優先事項として自分のやりたいように就職活動を進めます。しかしこの考えは間違いです。就職活動の成功の秘訣は自分のやりたいこと、夢、計画を一旦脇に置いておいて 自分をお作りになられた、天地創造主なる神様のなさりたいこと、神様の計画に沿って活動を行っていくことです。神様があなたを作った目的に従って、あなたが就活をするとき、あなたの就職活動は成功します。その神様の目的、 計画を知るために必要なのが自己分析です。神様には将来あなたについてほしい職業が、してほしい仕事があります。その職業にあなたがつけるように、その仕事をすることができるように、神様は何十年とかけてあなたに必要な能力や知識を目につけるように、 養ってこられました。また、神様は、あなたの将来の仕事のために、あなたに賜物をお与えになられ、あなたの人生を通して、その賜物を磨いてこられました。賜物とは、神様から与えられた才能のことです。つまり、何が言いたいのかというと、あなたの過去をじっくりと分析することによって、 神様の深いご計画を理解することができ、あなたが将来つかなければいけない職業がわかるということです。なぜなら、すでにあなたは必要な才能、知識、経験、スキル、賜物をすべて与えられているからです。それでは具体的に自己分析の方法を紹介していきたいと思います。 いくつかのステップに分けて紹介します。